小林雄七郎明治24年4月4日は、幕末期の越後長岡藩士、明治期の官吏、衆議院議員。新潟町奉行を務めた長岡藩士、小林又兵衛の第七子で、米百俵で知られた小林小三郎の弟。藩校の崇徳館に学ぶ。戊辰戦争で敗北し、江戸に出て、明治3年慶應義塾に入学。卒業後に、大蔵省紙幣寮の管理となる。第69国立銀行設立に尽力した。その後、文部省、工部省などを転々とし、当時工部省にいた伊藤博文と共に、高島炭鉱の後藤象二郎への払い下げを決定した。明治8年東京に在住していた旧長岡藩士と共に育英事業団体、長岡社を創設、商人や農民も受け入れて広く人材の養成に努めた。財団法人、長岡社は現在も存続しており、長岡出身の大学生を援助している。その後、明治政府の四反藩閥政治を批判する、長、問屋や、明治11年に、陸軍省で、ダ・ハロン第一正伝を翻訳するなど、かなり多くの啓蒙書を執筆している。明治23年7月、第1回衆議院議員総選挙に、新潟県第5区から無所属で出馬し当選。衆議院議員を1期務め、在任中に死去。墓所は、兄の虎三郎の隣にあり、兄の死去も自宅で看取った。墓所は、東京の谷中墓地であったが、昭和34年に兄、虎三郎と共に故郷である長岡の菩提寺、興国寺に改装され、現在に至る。ありがとうございます。